こんにちは。幸福の科学の皆様、お元気でしょうか今回も我が家にね、ポスティングしていただきましてありがとうございます。で、いろいろいただいた冊子の中から、この袋に入ってたんですけどもね、今日は心霊の世界っていうのを取り上げていこうかと思います。パラッとめくるとね、金縛りで体が動かないとか、囁ささく霊の声が聞こえる。まあ、これ、心霊フラップっていうんですかね。あと、ポルターガイストが起きたとかね。 ラップ音が聞こえるとかねなんか物が動いたとかってありますけどもこういった怪奇現象って高度経済成長期にいろいろとね効率化機械化化学化されていく中でなんかそのその狭間に生まれたような取り残された妖怪の世界とかねいわゆるオカルトっていうものがありましただからちょうどね人間社会が科学に行くのとまあ真反対に科学で解明できないものがこうね並存して存在したかなっていうところなんですけども 最近そういえば心霊写真の特集とかないですよね。うん。なんか霊界のなんとかっていう特集もなかなか起きていかないですし、そもそもね、ムーっていう楽器の雑誌がありましたけども、あれが多分ウェブ版になったのかなと思うんですよ。ちょっと私ももう買うことをやめちゃって長いんですけどもね。当時はトワイライトゾーンとか、あとね、 シマイシでマヤっていうのが出たりとか、本当世の中心霊ブームと言えたんですけども、ちょうど私たちロスジェネ世代が思春期になった頃っていうのは、そういった趣味を持つ方が多かったんじゃないかなと。それでね、面白いことに当時文通コーナーっていうのがあったんですけども、そういった心霊関係のオカルト的なね、雑誌の後ろの方にもやっぱりね、文通コーナーってあったんですよ。その文通コーナーの中には、夢で見た白衣の騎士を探しています。どうか、 自分だと思った方はご連絡くださいみたいな感じでね自分の夢の中で見た出会った人と会いたいというふうに探してる方もいるんですよそう考えていくと私たちの世界っていうのはこの今ね私たちが暮らしてる現実世界の他にパラレルワールド的な夢の中でしかアクセスできないログインできないそういったバーチャルな世界もあるんじゃないかなと思うんですよそしてどっちがリアルでどっちがバーチャルかっていうのはこれはね誰にも分からないことじゃないかなと思うんですよ そうまさにねこの私たちが今共有している世界も実は誰かの夢の中かもしれないんですよね。はいまあこの雑誌からちょっと離れちゃったんですけどもそういった恐怖体験霊体験っていつも書かれてますけどもでも霊体験って恐怖なんですかねだって霊とは言ってももともとは生きて働いていたそして誰かに恋にがれた普通の人が、ね、お亡くなりになった後に霊という存在になったわけなんで私たち生きて働いて いろんな葛藤の中で彷徨っている人間の心分かってるはずなんですよね。だからもしかしてね、恐怖体験って言うんだったら考えられることは2つです。私たち人間の心理をしっかりと認識したいわゆる霊っていうのがね、脅かす目的とか怖がらせる目的で意図的に悪さをしてるってい形です。あともう1つはそんなつもりはないのに、この世の中に出てきたのに怖がられちゃったっていう勘違いの説ですよね。まあ、例えばね私があ,ーある日 まあ、死にままししたた葬式も終わりましたそして家族に見送られてビに付されてそしてあの世に行ったとしますよねそれから5年後10年後私が何らかの影響で今日1日だけ現実世界に戻戻っっってててもいいよよ言われて戻ったとしますよねそしたら私の家族とかまずはね死んだはずなのになんでってびっくりするかもしれないですしなんか裏があるんじゃないかなと思って疑うかもしれませんしねそそもそも 生きて活動している人間の姿で戻れるかどうか分かんないですよね。もしかしたらね、もう死後5年10年経った腐敗した状態とか、骸骨みたいな状態とかで出てくるかもしれませんし、そうなったらさすがに愛する家族でも、やめてくれみたいな感じになるかもしれませんね。はい。まあそういうことにもきちんと答えてもらえるのが、この一冊ではないかなと思います。最後の方には、なぜかレッド・イット・ビーという風なね、なんかジョン・レノンさんの一言が書いてますけどもね。はい。どういうことなんでしょうか。 えー、ちなみに幸福の科学の大会ではこんなにたくさんの人が集まってるということが見て取れます。すごいですね。グレーのコンサートみたいですね。はい。ということで今回は心霊の世界についてちょっと喋ってみました。